レオニード・クロイツァー3月13日、サンクトペテルブルクから1953年10月30日、東京都はドイツと日本で活躍したロシア生まれのピアニスト、指揮者。ロシア語読みでは、レオニード・ダビード・ビチクレイゼル。ユダヤ系ドイツ人を両親に持つ。妻は文科生だったクロイツァーと横。幼女のクロイツァー良子はソプラノ歌手。 サンクトペテルブルク音楽院でアンナ・エシポワにピアノをアレクサンドル・グラズノフに作曲を学ぶ。1906年、ライプツヒに移住。ここでアルトゥルニキシュに指示し、指揮を学んだ。1908年、ベルリンに移住。この頃からピアニスト、指揮者として活動する。1911年には、モスクワでセルゲイラ・フマニノフジ作自演のピアノ競争曲。 第2番の指揮をしたこともあった。1915年、シリンダー蓄音機に、ショパンのマズルカなどが録音される。これが、クロイツァーの初レコーディングとみなされている。1921年から1933年まで、ベルリン音楽大学の教授を務める。1931年に、初めて来日する。2年後に再来日し、この絵秀丸の求めに応じて、 既読せず1937年から死去まで東京音楽学校教授を務めた。また、茅ヶ崎市に定住してピアニスト、指揮者として活動した。1942年、ナチスドイツの欠席裁判によって国籍を剥奪され、無国籍となる。1951年5月、対日20年記念演奏会を開くが、この頃より体調を崩しがちになる。 1952年2月4日、文科生で東京芸術大学ピアノ加工師の折本豊子と結婚、五反田に今日移す。1953年10月28日、青山学院行動でのリサイタル中に心筋梗塞を起こし、2日後の30日午後6時30分、狂心症により死去。ショパン全ピアノ作品の工程版、装飾音。 ある音楽家の美学的告白などを表すとともに、ピアノ曲などの作品も残している。指揮者の小沢誠二は、日比谷公会堂で、クロイツァーがピアノを弾きながら、校庭を指揮したのを見て、指揮者になる決心をした。1949年に、東京芸術大学の声楽科に入学した、大賀のりは、クロイツァーの授業をたびたび見学しており、当時クロイツァー文下生だった。 松原緑と後に結婚することになる。元 i m o 細野春臣の母方の祖父である中谷隆夫は、クロイツァーのマネージャーも務めていた。か山まゆうぞうは1951年頃、家が近所だったため指導を望んだが、クロイツァーは別のピアノ教師を紹介した。これをきっかけに、か山はその教師のもで、本格的にピアノを習い始め、後に、玉厚作として、 ピアノ競争曲を作曲するまでになった。ありがとうございます。